ぜひこれは皆さん見た方がいいです。本当にこれ見た方がいいです。やべえやつがいるっていうなるんで。ハンバーグをごちそうします。やったー。おーうえーうめえぞマジで。もうハンバーグ、ハンバーグです。あれハンバーグ、うん、先日アジアカップに出場した日本代表永田萌ちゃんに来ていただいてます。今日は、ワークアウトを実際この前に、やってます。いろんな、裏拍子のタイミングとかをね、教えたんですけども、今日それを、ワンワンとかで試していただきたい。これちょっとスタッフからの提案なんですけども、永田萌ちゃんはあのハンバーグが大好き。なんで知ってるんですかっていう、はい、ちょっと情報をこちら得てますので、はい、もし俺が萌ちゃんに、裏拍子で底抜きされてレイアップを決められたらハンバーグをごちそうします。やったただ裏拍子限定だからね、はい、裏拍子限定だから、はい、まあ点数もそうですけど勝つ負けもそうだけど、まあ裏拍子をこうぜひ試してもらいたいなというふうに思います、はい、ただね、それ俺も知ってるから、そのタイミングは。そんな簡単にはいかないですよ。そんな簡単にはハンバーガーごちそうできますよ。ということで、よろしくお願いします。お願いします。ずらせてるんだよね。ずらせてる、マジでずらせてる。でも俺もそのタイミングを知ってるから、まあ反応しやすい多分体にはなってる、うん、絶対普通の人だったら抜かれてると思う。ヒントを教えると表拍子を見せた方がいい。なんでなしでもいいし、もう一回11点で、例えば俺が11点、萌ちゃんは5点。ああ、じゃあそれでいきますよ。11対5点、はい、OK、 11対5点待ち、はい、第2ラウンドにしたい。ちょっとThank you.
最強だ。でも、死ね。死ねない。決めたらハンバーグショットです。ということで、永田萌ちゃんとワンワンさせていただきました。最後のプレーとか結構えぐい。男の子並みドーンとかマジで。ぜひこれは皆さん見た方がいいです。本当にこれ見た方がいいです。やべえやつがいるっていうなるんで負けた公約としてハンバーグをご馳走しなければいけないんで、食べたいハンバーグ屋さんが全国各地いろんなところにあると思うんですよ。沖縄から北海道まで、どこでも指定してください。どこにでも行きます。ハンバーグ自腹でまたぜひやりましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。